Hey, 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 hey! 今天又继续的要来做一些黑道会做的事情吗？CP 兑换，我看我现在可以换什么？冲刺能力强化要二 CP， 我现在几 CP 啊？我现在只有一 CP。连个冲刺强化都没办法换。看个地图哈，我们现在应该是要到这个当铺这边。就从那边过去，走这里。刚才有一个噔的一声是什么？这家店我在唱卡拉 OK 哦。你好，收到随身面纸发面纸，再给我一包好吗？不能重复嘛，小气。哦，小巷子里的当铺是这个吗？泰隆，不是，这是泰国乌台料理。哦，这个 ，A B S 应该是这个了，惠比寿屋。哇，好多包哦！交谈，欢迎，请问有什么需求呢？生日戒指120000，看来手上的钱不够啊。那，その指輪、俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師。違う、信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。くそ。气气气气气。哇，居然还要赚钱。这边的贵妇要不要借一下钱呢？哦，店里还在播音乐。要做什么工作呢？钱也不够。有没有认识的人可以借一下钱？那就钱是这个啦。哎，大哥，要不要买一下爱心笔？一支只要120000哦。哎，那个喝酒醉了。从他身上抢钱过来。没有必要去这边，不要去哪里？依我看地图。啊，地图也没写。相当受年轻人欢迎的俱乐部剧情，这里有剧情。哦，风间组的事务所。所以这几个地方应该都可以去，是吗？诶，不是，剧情是刚刚已经过的剧情了。这和平金融刚刚不是已经被我收起来了吗？如果刚从他们那边拿走2亿元，然后我现在又过去跟他们借钱，不知道会有什么事情发生呢？好想触发看看。あれ、桐生の兄貴じゃないっすか。シンジ。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。泡泡浴。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。不要问、很可怕。え？
あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが時間がない、急いでくれ。あ、はい。お、这样就接到10万了。今度感想聞かせてくださいね。他是误会了什么，所以赶快再跑回去。哦，赶快赶快，还我还我戒指还我！为什么变15万了？喂，さっきと値段が違うじゃねえか。对啊，怎么是这样？またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。可恶。くそ。我刚才讲了一样的台词。啊，好鸡掰哦，这样子。钱，我现在急需要钱。有没有人？有没有人在这附近可以借？哎，真的是很爱强制人，跟楼上也上不去。该不会拿着10万，等下又遇到那个扒手，然后又被偷走之类的？还有谁？哎，又是你。新奇。あれ、兄貴、早くないっすか？ショートだったんすか。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか。頼む。詳しいことを話してる暇がない。他のやつに取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。这下误会大了，赶快赶快，你不要等下给我变成18万哦。指輪か。啊？ない。さっきまであったのに、まさかも。誰かが買っていっちまったっていうのか。でも是旁边的太太吧。 あんたやっぱり来たんだね。おい、ここにあった指輪どうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。え、本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか。とにかくそれを売ってくれ。あ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。おお、全然好。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。获得了生日礼物戒指。耶、12万的戒指。回来了。那么刚好赶上了。ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。
みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。刻上後就不好转卖了呢。ありがとう、大事にするね。そうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。在客人面前这么直白好吗？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。由美是喜欢一马的。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。配对成功。时间回到9月30日深夜。几小时后，10月1日下午4点。おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。趴着睡十小时也太久了。錦はどうした？錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってたわ。そうか。今何時だ？一元这样子提在手上好吗？もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえば、ユミは？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。状態。じゃあしっかり風間さんにそのケース渡しなさいよ。今夜待ってるね。公司包会不会钱已经没有了？不是早这里出去吗？请问你们家出口在哪？怎么那么多门呢？
封建祖事务所。那我觉得拿着一亿元在街上乱晃，真的是太可怕了。熟客才能从后门进去。有一家挺别致的店叫做瑟雷娜，妈妈桑是个美女，而且打工的小妹也很棒，她叫做尤美，真的简直像天使。那你就去跟那个尤美喝吧。吃醋。好，先把一亿元交给别人吧。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いや、ちょっと桐生さんに紹介したいやつがいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。这里又是你要当那个公关的，台词没有变，是这里封堂会馆。哦，来たか。失礼します。あ、ご苦労さん。封建新太郎。今月分の忍びです。お納めください。お、一元都还在。薄暮修。また無茶したんじゃないだろうな。阿蒙。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は。東城下一の殺し屋つって。柏木。すみません。別だな、ほう。すまんが、外してくれ。へい。しかし、文字通りの子供だったお前に、組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ、今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか？いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。有怨。おう、失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。はあ、ユミか。なんで組長に？詳しくは分かりません。でも錦のおじきもそれ聞いて組長のところに。錦が？で、場所は？劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした？堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。
老大还是比较冷静哦。おやさん、ユミとニシキは兄弟なんです。俺の。だから、今俺が行かねえと。カズマ。目前好像都是在看剧情，我自己操作在游玩的部分比较少。前往唐岛主事务所。哦，有点远。是卖拉面的，不能进去，好吧。哦，今天在下雨，是怎么了啊？找到了。奪った金返してもらおうか。戦闘教習担当的那位社長。今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね。腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな。覚悟しやがれ。で、梁毅仁。わ。哎，哦，一样拿着高尔夫球杆，哦，哎，好会闪！哇！哦，可以抓脚。拿武器就很方便。请的人也不怎么样嘛，该死的。好了，又来进到这里东堂大楼。都不用锁的。这什么情形？你是给等等堂島組長キリュウ組長が君を無理やりだから撃っちまったんだ。カッとなっちまって何発も何発も。ユミユミ、おいしっかりしろ。やっちまった。東商会の大幹部を。弓を連れて逃げろ。
何言ってんだ。おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は行け錦。这个尤美看起来是被下药了。キリュウは行け。所以人不是一马杀的。戒指掉在这里。事情的经过是这样的。ふざけるな！俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ！伊達君、もういい。よくはないですよ。伊達君。やつはこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの構想だ。誰がやったかは問題じゃない。也太明了。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。人真好。囚人番号1240、面会だ。お？剃的头还是蛮帅的。俺は破門でいいのか、俊二。はい。你还欠他十五万。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間のおやさんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間のおやさんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴の言葉で急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。信じ、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。てめえ、なんだその態度は。ああそこ何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。我以为一马的手被插，吓死我。物騒でいけねえな。おっと、
こちらさんも物騒な面してら。なあ、あんただろう。自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね。堂島の竜、堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。おお、哦，大家好有默契哦。登場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。打架啦！监狱风云。一三五六号囚犯。下一个，哦，来了来了来了，双叉流，看起来不怎么样。哦，刚想踩他没踩到，使出各风格的超级精髓。超级精髓是什么？对枪击使出的超必杀热血动作。哦，哦，这不是北斗残毁拳吗？誰の命令だ。セラ会長だ。登場会の三代目だよ。なんだと。あいや。第一章完。